作ろうかな。石じゃない。何を隠そう、賢者の石なんだから。変わらないよ。石でも賢者の石でもルルアちゃん食べる人の気持ちを考えてよ。待って、話を聞いて、エヴァ。賢者の石はね、万能なんだよ。中和剤にもなるし、薬にもなるし、考えようによっては食べ物にだって。考えようによらなきゃ食べ物にならないもの、私は食べる気にはならないよ。エヴァ、わかる。その気持ちは痛いほどわかるよ。痛いほど。正直、私も作ってる時は思ったもん。これ本当にこのまま完成させていいのかなって。でもね、完成品を見た時思ったんだよ。体が震えたんだよ。このカレーを食べてみたい、どんな味がするのか確かめてみたいって。だからさ、一緒に確かめよう。私が保証する。きっとこのカレーは美味しい。いや、見た目は0点だけどね。二人で食べればきっとすっごく美味しいから。ルルアちゃん、いいこと言ってる風にしても騙されないよ。やっぱりこうなったら強行手段だ。無理やりにでも食べさせて、このカレーの味を認めさせてやる。うわ、やだやだ、歯が折れちゃうから。そんなことないから、柔らかく煮込んであるから